で結局何回か、ああそれがやってるんだよ、何回かダメージを与えてあげないと、あーマジでもう一回やった、危なかった。結局攻撃がかわせてなかったからね。お、そう、楓のなんかあれがね見れるっていうコメントもありがとうございます。ごめんね気づかなくて、もう俺はあの振り向いてその楓のさね、あの至る所がプルンプルンしてるのを楽しむだけで終わってしまったよ。しかも動画にしたらよく分かんなかったし。あれ、あっ、お兄ちゃん、サマドスケ、サマドスケ、行くんだ、ユキ姫、カエル、夢丸、これはね、俺覚えてなかった。サマノスケの活躍で幻魔の野望は一旦は打ち砕かれた。だが明くる年、斎藤義達が病死し、暗愚な息子辰興が国主になると、再び織田軍が美濃へ進発、ついに稲葉山城は落城。ここに斎藤家は没落したのである。この陰に幻魔の暗躍があったかどうかを知る者はない。斎藤家没落後、幸姫は斎藤家とゆかりの深かった酒井の豪商今井宗久のところへ一旦は身を寄せたが、一月も経たないうちに忽然と姿を消した。宗久の計らいで南蛮船に乗り世界へと旅立ったのである。その旅には夢丸も従っていた。様之助に教えられた通り、その目で世界を見るつもりだったのである。一方楓は様之助を必死に探し続けたが、見つけることはできなかった。明くる年、様之助の叔父の明智光秀に隠密として抱えられ、数々の功績を残したが、14年後山崎の合戦でその生涯を閉じた。そして様之助は幻魔を倒した後、妖として行方が知れず、その生死も定かではなかった。鬼武者やっぱ早かったねありがとうございます。お、まだ出たな
俺全然気づかなかったけどね。もうこの前に、この後か、あの後だか前に出てきたあのカマキリね、カマキリの方にね夢中になっちゃってさ。はい、鬼武者1位ですか、これは。はい、ありがとうございます。やってる途中でね、あ、これやばいなと、早く終わっちゃうゲームだってね思い出して、コメントいただく前にね結構進めちゃって、どうすんのって思ってたんですけれども、すまん。まあでもこんな感じ。あの、ただね、俺さ、わからないんだけど、そのコメントリクエストを、ね、熱くねリクエストをいただいていた方が、ね、未だに見ていらっしゃったのかはちょっとわからない。あの 顔とか、あのアイコンとかね、名前とか変えられちゃうと全然わかんない人だからさ、あれ特に。まあそれはね、まあそれはそれとして、あの改めてプレイしてね、あ、面白いなと思ったし、反面ね、あ、やっぱ難しいなっていうのもありましたね。この一戦がね、やっぱり難しいっていうのはあったね。あの、一応ね、実況の環境として遅延とかはあるらしいんだけど、でもその遅延がなかった当時やっていた頃、普通にブラウン化のテレビでやっていた頃も多分一戦できていなかったので、まあ関係ないでしょうと思いますね。あれだね、あの格ゲーとかをあの上手な人、ブロッキングとかね、ジャストガードとか、あの上手な人は多分楽勝なんじゃないですかね。まあプラス、まあ、格ゲーじゃない人にも反射神経のある人とか、あ、金城武じゃないのか、まあ向き不向きはあるのかな。俺が向いていなかったか、努力不足か、まあいろいろでね、あんまり上手にはできなかったけどさ、結構渋いエンディングでしたね。結構あの、ある嫌いではないんですけれども、ただね、なんか当時も思ったんだけど、サムノスケがさ、その鬼武者という鬼武者モード、鬼になったじゃないですか最後に。あれ、このモード使えないのって、え、ここで終わりっていう、なんか気持ちになった気がします、多分昔も今も。うん、だこれは多分鬼武者2か3とかに、まあ、渡っていくんですかね。2とか3だと鬼武者モードになれるのかもしれないですね。ただ鬼武者2の主人公は違ったのかな。その新鬼武者っていうのはまたね、ちょっと覚えてないんですよね。あれ、プレイステーションでは出てましたっけ。なんか XBOX か XBOX 360で出てる系のはね、なんか記憶があったんですよ。あのプロモーションのムービーかなんかを映していた の、 あのモニターがあったんですよ、ゲーム屋さんに。で、お前を信長には合わせんみたいなことをね、確か様之助のような男の人が言っていたんですよ。それもあの、やっぱ今回武器ってさ3つあったじゃないですか、刀、紫電と、グレンと、白風って名前か分かんないんだけど、あれをさ、やっぱ交互にその FF 今いくつだっけ、あのノクティスみたいな感じで剣を出したり、あの薙刀を出したりっていう、ああいう、なんだろうな、美しい盾をさ披露しながら戦っていたのがすごい印象的で、そういうアクションがね今後できるといいなと思うんですけど、まあ2、3では無理でしょうね。そんな気がする。逐一カチャカチャ変えていく感じのゲームなのかなと感じます。まあ戦国バイオっていうくらいですからね、そういうデビルメイクライ寄りのゲームではないと思うんです。デビルメイクライは最初はねカチャカチャ変えてたけど、多分2になって銃器は LR かなんかでね変えられた気がするんですけど、プレイしててね、やっぱりあの難しいっていうか、ぎこちないところはあったけど、それはそれで、まあ昔のゲームらしくて、まあ、それはそれなのかなっていう。うるせえな、これ。これもあれかい？あの、ゴーストライターなのかい？これ一生言われ続けるんだろうな、生きてるうちは。かわいそうに。もう、R の中では完全にね、
収まっていたのに、ここでまた蒸し返されることになるとはな。鬼武者も悪いのこれどうする？2とか3がさ、また同じ侍だったら、侍浩二だったら。侍ゴーチなのかな？まあでもこの終わり方はちゃんとね、続編ありますよって、作る気がありますよっていうエンディングだからさ、まあいいですよね。続とか続くとかがあってもさ、そういうのがあると、あの、分かりやすくて、何これ、橋武者クソってこと？サマノスケ特別が追加されます。何言ってんだ。なんかね、記憶があるんですよ。お、もしかして鬼武者になれるとかね、思っていたのかな、昔は。ちょっと覚えてないですけどね、そんなこと多分ないです。サマノスケのコスチュームが、あれ、上書きした？コスチュームがね、なんか変わるんですよ、確か。じゃなかったら、こって特典映像続編っていうこと、特報。時は10年後、鬼の力宿りし新たなる男を現る。この声優さんもこれ亡くなっちゃった人ですよね。野獣じゃないですか。すごいよ、鬼武者1をしのぐバッサリ感。すごい、これが特典映像ですって言えるんだからさ、やっぱすごいよね、昔のゲームって。結構昔のゲームって、カプコンとかさ、特になんかあった気がするんだけど、別のゲームの紹介ちょっとレビュー、あれ、これじゃないんだよな。なんかね、ここからまた新しく始めると、あ、これこれこれ、玉之助特別、 これで何、これで始め返すのか。優しい通常、途中だったかな、なんか死にすぎて優しいが追加されました。結構早い段階で、多分ね、録画にはしてなかったんだけど。でも難しいが選べるようになりましたって出ないのは何ですかね、これバカにされてるんですかね。俺は、結局雪姫とか10年後って言ったらね、雪姫とかさ、あ、やっぱり変わってる。姫様を本丸に連れ去ったとしたら、道は2つしか考えられません。今は使われていない百曲り堂、もしくは北側の大手堂です。楓、俺は北に行く、お前は向こうから回ってくれ。分かったわ。もうね、これを見た時にもう闘志のあるがっかりだよ。何これって。で、今見てあるがっかりだよ。あのさ、なんでパンダなのか分かんないし、これ元ネタがあるのかも分かんないけど、もしね、いいよ、パンダにしたっていいよ、刀をもうちょっとさ、じゃ竹のね形にするとかさ、ね、なんかしないとかさ、竹由来のねものにするとか、なんかいろいろあったでしょ。もうちょっと見えないし、頭そう、こういうイベントシーンはカットできないんだけど、純粋な、純粋、あ、吸えないのか、純粋な、できるかな、あ、とんでもないか、この忍者の、弾き一線とか一線は突進してくる技が多分一線対応の技なんだと思います。それ以外でもできるのかもしんないけど、ちょっとそれはあれだな、攻略サイトとか見ないと分かんないですね。いちいち検証はする人でもさ、いちいち検証する人がさいるから、姫、雪姫できるんだよね、これさ、
子供のパンダが頭つく 荒いんだよ。で、さらに荒いのがね、もうちょっとカットするけど、もうちょっと待ってて。来てくれたのですね。我らは天馬に滅ぼされし鬼の一族。様の助、玄魔を倒し、魂をその小手に封じよ。これは様の助、玄魔を滅ぼすのだ。俺に化け物の力をくれるっていうわけか。まあ、化け物感はこの小手で腕が引きちぎれるまで戦いって。化け物感はありますけどね。これ本当に元ネタあるんですかね。ちょっと全然スカフコンにパンダのキャラいたかどうかってちょっとわからないし、さらにそのパンダにひまわりっていうのもちょっと全然わからないんですけど、当時なんかそういうのがあったんですかね。まあ何でもいいんですけど、まあとりあえず、あれちょっと待てよ、これあれなのかな、周回必須じゃないと、魔空空間はクリアは相当難しいっていうね、コメントもいただいていたんですけれども、これやっぱ周回プレイを重ねると、まあ、強い武器が手に入ったり、なんか強いアイテムが手に入ったりするんですかね。俺蹴りを全く使わなかったね。 なんかもうちょっと上手なきっとね、戦い方とかもあったんでしょうけど、このパンダでプレイするとものすごいなんか点数がとかソウルがいっぱい手に入るとかあるのかもしれないですね。決してね、強くてニューゲームとかではないので、まあ、これを周回する人も相当好きじゃないとっていうのはありますよね。いずれね、だから鬼武者2というか2、3とかもできるといいですね。鬼武者のリクエストを受けてもうね、4、5年経ってると思うんですけど、下手すると。鬼武者2。4、5年後。さすがにね、俺4、5年後にね、自分がどうしているかがわからないんでね。で、やるなら早くやりたいし、ただまだ積んでるね、ゲームも。リクエストいただいて買って積んでるゲームもあるんで、そっちをね、先にやりたいっていうのもあるし、まあ、一旦ちょっと新しいゲームはやらずに、ダークソウルですかね。あとバイオハザード。バイオハザードの方はね、もうすぐ終われるかなと思うんですけど。よほどね、1、2パートで、1、2、さすがに5パートぐらいで終わるゲームがあるなら、それをね、ちょっとバイオハザード終わって様子見でやるのもいいですけど、あまりちょっと冒険はしたくないですね。今後にちょっと備えてっていうのあるんで。まあ、ひとまず、鬼武者に関してはこれで動画を締めさせていただきます。結構に26分でしょ。で、カット含めてるから、もしかしたら2パート分くらいやっちゃってるかもしれないですね。改めてリクエスト、これゲームいただいてありがとうございます。懐かしみながら、苦しみながらね、また改めてプレイできましたよ。ありがとうございます。で、見ていただいた方もね、もちろんありがとうございます。ごめんね、終始下手くそでさ、かっこいい左馬之助っていうのをね、見せることは全然できなかったんだけど、まあ、最後の、なんだっけ、ボス戦、マーセラスだったかな、あれくらいですかね、多少ちょっと弾きが出せて戦えたのは。もうあと500時間ぐらいやれば、もうちょっと上手になるかなと思うんですけれどもね。
また多分鬼武者シリーズやる時にはこの経験はね一切忘れていると思うので、もうちょっとね一戦とか、まあ、弾き一戦ももうちょっと緩くても良かったんじゃないのかなと思いますね。だったら最初から優しいを選ばせるとか、このゲーム死なないと優しいがね出てこなかったんですよ。だからある程度進めてあんまり勝てなくて優しいが出て、じゃあもう一回始めからで優しいを選ばないといけないっていうところが意外とねえぐ設定ですよね。お前らなあ、お前ら悪い、すまん、許してくれ。お前たち一体どうしたんだということで、はい、R の鬼武者このパートで終わりになります。長らく、そんな長らくないか、まあ、中くらいのご視聴いただきまして本当にありがとうございます。またなんか面白そうなゲームありましたら一緒に見たり、ぜひね買ってプレイしていただければと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。